台風が明けたからめっちゃ晴れてて、今日は暑いです。昨日おとといで打って変わって。お邪魔します。はい、ちょっとなんかこれは普段使いな掃除といって、こんな感じになったんですね。ああバックヤードみたいな。バックヤードとか。うわ、すごいすごい。あー出た。ビデオとこれと出た。あー、こうなってんだ。ATEM ミニプロ。劇場の座長さんです。山田です。座長さんがそのあの劇場があるんですけど、白子の劇場って今日初めて行ったんですけど、あそこの座長さんが、まあ、コロナ禍で今お芝居がそう人呼んでできないからっつって、じゃあネットだっていうことで、あの ATEM ミニとかハンディカムのカメラとかもろもろ買ったけど、こうセットアップわかんないってことで、あならそういう配信に詳しい大塚って人間を呼ぼうみたいな、そういう感じで僕に白羽の矢が立って、今あれめっちゃ簡単っすね。 ATEM ミニプロだったけど、本出しで YouTube 配信できて、あれは売れるわ。まあもう売れてるんですけど。ここが坂になるじゃん。うん、そこに打ちたいわけですね。そう、保育園の園長です。こんなところに保育園の園長が。すごいですね。シャワーズトらしいね。